女優の麻生由美さん、ドラマ日曜劇場テセウスの船での迫真の演技に SNS が沸いていますが、実は80年代からずっとその類いまれな美貌と卓越した演技で活躍しているベテラン女優ですが、その活躍とは裏腹に私生活はほとんど知られていません。どんな女性なのか気になったので調べてみることに。麻生由美さん、本名は奥村由美さん、1963年生まれの57歳、大阪府泉佐野市で生まれ、高校までを長崎県で過ごしています。なんと往年の歌手の奥村千代さんの姪にあたるのだとか。そんな超良血の麻生由美さんですが、意外にも中学校までは授業で先生に当てられるとうまく発音できなくなるほどの極度の上がり症だったそうで、すぐに保健室に駆け込んで寝込んでしまってたんだとか。しかし先生から見てもクラスでもとりわけ際立った外見だったのでしょう。それだけの美貌ですから、高校時代からは地元でモデルもされていたのだとか。しかも見た目だけではなかったのです。通っていた長崎県立長崎西高等学校は偏差値70もある有数の進学校でもあり、東大や京大に多数が進学するような高校。その中で正真正銘の才色兼備でしたから、学校中の男子の憧れのマドンナでした。卒業後、青山学院大学文学部2部に進学。芸能界デビューは大学2年の時で、1983年映画あいつとララバイに五木由美子名義で主人公の彼女役で出演。1984年に麻生由美に改名し、グラビアなどで人気となって、当時人気バラエティ番組のオールナイトフジで女子大生として司会を務め、1985年カネボウ水着キャンペーンガールに選ばれて一躍大ブレイクしました。当時夏目雅子の再来と言われたほどでしたから。その後女優として数々の作品に出演。1987年ドラマ男女7人秋物語や、1988年ドラマ君が嘘をついたなどのトレンディードラマに立て続けに出演して、その人気を不動のものとしました。 NHK 大河ドラマ武田信玄や、1989年ドラマ教師ビンビン物語2などの人気ドラマに次々に出演しましたが、人気絶頂の20代の後半に突如芸能活動を停止。1年間米国留学をしています。留学の理由が彼女らしいというか、知らないことを勉強したかったから。しかも実際にあちらで学んだのはサイエンス&テクノロジー、全く演劇とは関係ないもの。なぜそうなったのでしょうか。とある情報では、この渡米は1991年の交通事故の治療のためとも言われてもいましたけれども、そうではなかったのです。多忙な仕事に忙殺される毎日、事故にも遭ったこともあって、これを機にきれいさっぱりと自分自身を見直したかった、そう思ったからではないでしょうか。この経験をしたことでより客観的に自分を見るようになったそう。売れてる時に休業すること自体勇気がいることだと思いますが、決して無駄にはしなかったのもさすがに麻生さんらしいですね。しばらくは米国に生活のベースを置き、仕事の時だけ帰国していましたが、帰国した後も仕事は順調だった麻生由美さん。プライベートでも大きな変化が訪れます。2001年ドラマ「ほんまもん」で夫婦役での共演者の長澤俊也さんと2004年に結婚されていますが、当時麻生由美さんは41歳で、過去には故森田芳光監督や俳優の奥田瑛二さんとの不倫疑惑もあったりしたので、もう結婚はしないのではと
そうささやかれていた中での突然の結婚、しかも出来婚だったこともあって世間は驚いたのも事実です。そして男児を出産されたのに2008年に残念ながら離婚。てっきり幸せな家庭を築いているものと思われていたのですが、実際には結婚2年後には別居していたそうです。息子さんは麻生さんが育てることに月並みながら離婚理由は正確な不一致ということですが、実際は長澤さんの浮気が原因とも言われています。未だに再婚の話も聞かない麻生由美さん。学習能力の高い彼女ですから、結婚してもしなくても男性はやはり同じなんだなと悟ってしまったことで、しばらくは子育てに集中することにしたのかもしれませんね。シングルマザーになった麻生由美さん、子育て中に辛いこともあったのだとか。それは息子さんが7歳の時、2011年ちょうど NHK の朝の連ドラカーネーションの撮影の期間は大阪でのロケだったこともあって、息子さんを東京の親戚に預けて離れ離れに生活されていたようです。すると息子さんから、どうしてそんなにお仕事するの、そんなに楽しいのと言われてしまったのだとか。でも後に息子さんが見学に来た時、ふとこんなことを言ってくれたそう。15分の番組収録に1週間かかるわけが分かったよ。それを聞いた麻生さん、ジーンとしたのだとか。ちょっと切ない話ですね。今ではもう17歳の息子さんも母親が名女優であることを十分分かっていることでしょう。シングルマザーで奮闘する麻生さんの母としての姿が目に浮かぶようですね。麻生由美さん、これだけの美貌とキャリアでありながら不思議に思うことがあって、それはこれまでもほとんど脱ぐ演技がなかったこと、ヌード写真集もないことです。さすがに水着姿や半裸程度はありますが、彼女はこれまでも頑なまでに脱ぐことを嫌ってきたのだとか。やはり女優としてのプライドでしょうか。それでも数多くのドラマや映画ではシリアスからコメディータッチの役まで幅広く名バイプレイヤーの女優として活躍されてきています。どことなく知的な雰囲気を持つ麻生由美さん、これからもたくさんの作品で楽しませてもらいたいものです。いかがでしたか。あなたはどう思いますか。麻生由美さん、個人的にも大好きな女優さんで、特に税務調査官窓際太郎の事件簿の椿香織役の麻生さんは最高に面白くて可愛いですよね。これからも応援しています。それではまた次回お会いしましょう。